はい、皆さんこんにちは。栄養家の小渕です。皆さんお元気ですか？はい、それではですね、本日はこちらの、電子黒板発表されました。こちらを使って、リーディングトランジェンツ・イン・アーケディアの、パート3ですね。こちらを解説していきたいと思います。はい、ではこちらのペンを使ってね、やっていきます。はい、ではやってみましょう。はい、まず本文見てみましょう。はい、見てください。 I am tired of the old results of Europe, said Madame Bambut with a sweet smile. ですね、マダム・バーモントこう言いました。 I am tired of the old results of Europe.はい、この I am tired を注意しましょう。はい、この be tired でなんとかに飽きているとか、うんざりしているということです。ね、何にうんざりしているかというと、The old results of Europe. ヨーロッパの古いリゾート地にはうんざりしてるんですよと言います。ね、リゾート。リゾート。ね、リゾートっていうかね、この用地ですね、リゾート。これにはうんざりしてるんです。With a sweet smile. スイートなスマイルを持ってってことですからね。ここでは、優しく微笑んでって書いてありましたね。Even the nicest resorts are unappealing with so many noisy tourists there.ここは、The nicest。 これは最上級だね。一番ナイスなところですからね。一番素敵なところね。一番素敵なリゾート、いいんですか、なんとかでさえってことですね。一番素敵なリゾートでさえ、アンアピーリングです。はい、アンはもちろん否定です。アピールはアピールするというね、アピールする、人に訴えかけるアピールです。はい、ですから、アピールするものがないんだよね。アピールするのないってことは、これは魅力がないってことです。なんで魅力がないのかというのは、With so many noisy tourists there。 そこにそういや、とてもたくさんのノイズ、うるさいチョリス、ね、いくら素敵な場所だともそこにたくさんのうるさい、ね、旅行客がいたら、アンピングだよね、魅力ないよねって言うわけです。I'm afraid that someday they will discover this wonderful hotel and come here, said Frank. ファリント。はい、ファリントさんこう言ってます。I'm afraid。はい、afraid はね、不安に思うところだよね。通常の人には、この不
不安にってことはね、アップスピードね、思うとです。I'm afraid。ね、ただ思うことはあれなんだね。後ろにあまりいいことないことが来ます。ね、不安なこととか良くないことが来る場合が多いです。someday、ね、someday いつかね、いつか they will discover this wonderful hotel。この wonderful 素晴らしいホテルを discover。discover は発見するとかね、発見する。そして、come here、ここにやってきてしまう。ね、と、ね、と、パリの人が言いました、ね。今は本当にね、このホテルロータスは、あの場でね、見つけられたいんだけど、いつか見つけられちゃったら、そしたらみんな来てしまうから、とてもね、そしたら魅力が薄くなっちゃうね、って言っています。さあ、じゃあこの画面は一応ね、保存しました。保存した上でじゃあ、はい、一回消します。はい、じゃあ次のページ行きましょう。はい、はい、次です。I hope our secret place will be safe for a week at least, said Madame Beaumont. はい、マダム・バーモントこう言いました。I hope、はい、hope はどうぞ。願うとかね、場所願ってますよ。Our secret place will be safe for a week at least。 私たちの secret place、 秘密の place、秘密の場所ね、秘密の場所が secret place、 我々の秘密の場所、つまりこれがホテルロータスね、ここですよね。これが safe、 安全であってほしいと願っています。 for a week at least、 at least は少なくともとはね、少なくとも1週間は、安全だから欲しいなってわけですね。つまりこれは私たちがね、彼女たちがね、滞在するこの1週間だけはね、安全だと欲しいなって言います。 On Monday I will return to Europe、はい、月曜日には私はヨーロッパへ戻ります。 I too must leave on Monday, not abroad, unfortunately、はい、この too、 注意しましょう。この too は、ね、もっとです。もちろんこれ私もとです。私も must leave on Monday、 月曜日に leave、はい、これが leave は出発とね、月曜日に私も出発しなきゃいけないんです。Not abroad, unfortunately. Not abroad. Abroad は外国へとかね。では、私は外国ではないんですけどね。Unfortunately. Unfortunately は風にもとね、あります。はい、ね、マダム・バーモントはね、このニューヨークからアメリカからね、ヨーロッパへ帰る。ミスター・ファリットはね、もう月曜日には出発しなきゃいけないんだけども、まあ、帰ってはないんですよ、というわけですね。ファリントの eyes showed his regret。はい、ファリントの目は showed、示していました。彼のRegret、 まあ、後悔、とか
胸ね、おそらくハリントンさんはマダム・バウンドのことがね、好きなんだよね、でも彼女は外国に帰ってしまう、でも自分はね、アメリカにとどまるとですからね、そこでリグレットを示したよね、となります。これを保存をして、さあまた次のページ行きましょう。消して次です。はい、ラストですね。 This hotel is very lovely, but one cannot live here forever, said Madame Barnett。 Madame Barnett こう言いました。 This hotel is very lovely。 このホテルはとてもラブリー、ラブリーは素敵ってことね。このホテルはとても素敵です。だけど、 but one cannot live here forever、はい、forever はね、永遠にとかね、永遠にここに住むことはできないですからね、はい、これはもちろん和の人と表しますね。誰も、永遠にここに住むことはできないですからね、となります、はい、だからノットがあって和ですからね、まあ。誰もないというね、ノーワンに近いんだと思ってください、ね、誰も永遠にここに住むことはできないですからね、とまた僕は思っていました。 I shall never forget my week in the Hotel Lotus。 私は shall never forget、ね、never ですかね、はい、私は決して forget、忘れませんとかね、 My week in the Hotel Lotus、 ホテルロータスで過ごした1週間を決して忘れないでしょう。はい、ね、シャルってことはね、あんまり普通の会話では使わないですよね、まあ本当だったらこれね、ちょっと I will ですからね、 I will never forget my week in the Hotel Lotus、 おそらくこれはね、意味的にはこのシャルとシャルはウィルとおじみで捉えてもらっていいと思います。ちょっとね、昔の英語だと、ウィーの代わりにこういう一人称の場合は、I の場合はね、シャルを使ったりすることがありました。なのでまあ、I will never forget ぐらいだとね、思ってもらえればと思います。そして、Nor shall I set fire to。 はい、Nor shall I。 これは私も忘れませんとかね、私も忘れませんよ、この1週間でね、ホテルロータスで過ごしたこの1週間の日々のことね、忘れませんよって言ってます。もちろんその間にはね、お二人が仲良く話をしてね、した時間がね、その時間も忘れませんよってことだろうね。これも保存しておきましょう、はい、そうすると、はい、どうか、あ、こんな感じだね、はい、最初のところね、はい、そしてこんな感じで、ね、電子黒板は普通の黒板と違ってね、消えてしまうので、ね、こんな感じで画面を保存しておくことができますので、後でもう一回ね、これを見たりすることができます、はい、そして例えばね、これデータですので、これをね、実際皆さんのスタッフの画面に送ったりすることも可能です、はい、ね、まあ、こんな感じでね、電子黒板使うとね、こんな感じで授業ができますので、まあ、4月からこんな感じで、
使ったりすることもあるんだなと思って見てもらえればと思います。さあ、ではでは今日はね、こんな感じで電子黒板を使って授業をしていました、ね、いかがでしょうね、うん、もしかしたら、普通にパソコンの方が見やすかったかもしれませんけど、ね、これからもうちょっと先生もね、いろいろ使いながら、便利な機能を学んでいきますので、一緒にね、いい授業ができるように頑張っていきましょう、ね、はい、ではまたね、あとパート4、パート5とありますからね、まあ、近いうち配信しますので、皆さんもね、ぜひしっかりね、このリーディング、ね、一緒に読んでみましょうね、はい、それではまた近いうちお会いしましょう。 See you!